久しぶりの、はい、にぎさんでございます。そうね、もう本当久々でしたけど、はい、いや本当ガチだよね。生活させてもらってますからね。いやこれね、まあまあもちろんそれはあれだけど、いや本当もしかしてだから本物って言える人ってまあそんなにはない。まあ大体みんなインチキっていうか、まあ俺ってあこれはまあ大したことない大したことないってやつらが多々ある中で、俺はねやっぱり小林くんか逃げくんかって感じだな。やっぱなんか話聞いてて。小林さんとは結構仲良くさせてもらってます。あ本当に、はい、あそう。大体だから言ってることが分かるから。結構ねバグマスターとねちょっとリンクするとこがあるの、にげくんの考え方って。でもバグマスターはその、うん、そういう理論作るのはすごいと思う。ねえ、やっぱ天才だよな。広めないと広めないときついっすよね。そうね、まあ確かにね。いや俺天才なんだ、ああいうの作るのは。何にもないところから作ったわけだから。いやでもゼロから作るのはやっぱすごいですよね。え、まあまあそれで当たればなおすごいっていういや当たればね、そうそう当たれ、いやもうそのためにやってるわけですから、その普及活動するために当てないとね、ダメなんで、ぜひともね、まあこれからちょっと今年はね、もう逃げ声を私はしたいと思うので。してください。いやいやもう、してください。もう本当ね、やっぱもう俺ね、はっきり言ってね、まあ競馬本当俺向いてるなと思うのは、もう馬体も見れるし。でも馬体見れるのはすごいと。自分馬体一切見ないですからね。パドックも見ないし、馬体重も全然気にしないですよ。あ、ほんと。なんなら教えてあげるよ、いや、いいです。なんでだよ、お前。お前、馬体見れたらまたその世界が広がるよ、だって。別に馬なんて適正論者じゃん、だってどちらかというと。でも、あの、基本的に、うん、あの予想ファクターを増やしたくないんですよ。うん、あ、そうなんだ。あの増やしすぎると、うん、結局いいとこ取りしようとしてできない人が多いじゃないですかあーなんか耳が痛い自分サラリーマンの時競馬予想してて、うんまあ、いっぱい血統なりコースなりラップなりいっぱい取りたいんですけど、うん、時間がないじゃないですか、はいはいはい、で結局、うん、自分がこれは正しいと思うものを、うん、やっぱり使った方がいいんで、うんうんうん、で結局適正と、うん、あのダート、まあ、芝だと当日のあのババの影響かなりあるんで、はいはい、あの外れる要素が増えるからやり買いたくない。なるほど、そうか。馬体重も20キロ増えたって走る馬はいるし、うん、減ったって走る馬はいるんで、そういるいる。で気にしたとこでしょうがない、うん、なんで、うん、なそういうことでもう予想ファクターとして切り捨ててるんですよね。パドック。なるほどね。ああそうか。そうです。なんでパドック見れる人はすごいと思います。いやでもさ基本的に適正って馬体に現れるから。あそう言われますね。全然リンクするわけよ、はい、要は。血統とかさ、血統は、はい、血統は、あ、多少見ますよ。血統見るんだろ。見ますよ。だったら馬体も見るよ、お前馬体見出したらもう大変ですよ。もう当日もう張り付きじゃないですか。張り付き張り付き絶対ですよあ、そうかそうか。もう張り付きですよ、私もう自分も予想しながら、うん、もう競馬を見るか、なるほど。もうよ別のことをもうしたきたいみたいな人なんで。ああ、そうなんだ、うんはい、じゃあ基本的に当日はさ、もう結構あのそれよりもまあ土曜日とかね、その土曜は大体日曜の予想で、うん、そうだよね、で大体予想作業してますけど、ね、うん、そうで、まあ基本的にじゃあ日曜日はまあそこまで別に出かけても買い物しても。なるほどなるほど、もう予想は出してるわけだもんね、はい、ちなみに自分の馬券はどうなの。やっぱりかなり買う人なの。ほぼ同じ形で予想出してるとかってます。あ、そうなんだ、はい、大体じゃあまあ1万円ぐらいを1レースで使ってっていう。まあ1日4、5レースしか買わないんで。ああ、そうなんだ、なるほど。はい、え、予想自体は何レースぐらい出してるの。でも4、5レースです。あ、4、5レース、あ、はい、そうなんだ、なるほど。そうかそうか。高見さんのあんま変わらない。高見さんも3、4レースね。3レースぐらいだね、うん、そんなにね、全部わかるわけないもんね。そんな時間取れないです。取れないしねまあね、ゆうちくんなんて全レースってさ、あれはすごいよね。でもしかもさ、かきくんのすごいんだよ。もうむちゃくちゃ書いてるな。あれはもうだから本人にも言ったけど、すごいな、もう真面目だなって。あんな真面目な関西じゃいないなっていう。あ、心が痛 い。じゃあ逃げくん的には、今後もまあ同じスタイルでずっとやっていきたいと。そういう感じですね。はい。うん、なるほど。え、でもさ、乗られるわけじゃない。乗られるとさ、だんだんオッズもつかなくなるしとか、そういうのってのはどう考えるんですか。まあ、そこまで人気ないですからね。あの上谷さんみたいにオッズ動かす人じゃないんでいやでも分からんよ、これから。いやでも競馬予想 TV の影響力すごいっすよ、うん、まあね、あの放送が終わった後のオッズの動き方、うん、まあ、まあ確かに確かにおかしいですもん。まあ確かに確かに、そうね、確かに。まあそこまで影響はないで。いやでももしかしたら予想 TV から呼ばれるかもしれない。いや出ないですね。あ、出ないっすね、あそこには。それはなんでだよ、なんでだよ。芝重賞ばっかりじゃないですか。ああ、そうか、そういうことか。もともと呼ばれないと思います。あ、まあでも芝重賞もまあプラスはプラスなんですけど。そうでしょ。
別に。でもまあ理論的に出ればいいじゃん。あそこの中で対決するような、うん、あそこって、うん、あのまあ決闘は置いといて、うん、まあ結構個性的な予想の話をする人が、まあ、やっぱり、まあ、テレビ的な人が出るところと思ってるんで。なるほどなるほど。まあ確かにそういう意味ではあれか、まあ、多分普通の話して終わっちゃいますよ。まあまあいやでも適正の話とか面白いと思うからね、はい、別に普通なのかな。適正の話ってどうなんだろうな、わかんない。でもね、言ってる内容って俺大体あ俺も同じだなと思うのが多いんで、いやできればそういうさメディア出てほしいとは思うけどね。それ課題だな。まあ、課題だな。まあ、トーク力はもう匠さん叶いませんから、ね。いや今後だからそこを磨けばきついっす。それはこういやいやそんなことない。これから磨けば全然そんな。だって太郎だって僕出ませんねって言ってたんだよ。だって僕顔は NG ですなんて言ったやつだよ。だってそれが今や。ああ確かに太郎さんもう今ガンガン出てます、ね。ガンガン出てる。だからちゃんと負けずにちょっとさ、もう木村逃げ太郎はやっぱこれからほら競馬界で。予想会ではちょっと上がっていかなきゃいけないです。頑張ろう、ね、ついていけるように頑張ろう。もう向こうはもうずっと前行ってるんで。いやそんなことないどうでした山田君今日見て。いやあの客観的に見てたら、うん、本当にあの逃げさんが、うん、家庭教師みたいな出来の悪い生徒みたいな。え、そう？先生に認められたいみたいな思いがひしひしと感じました。いや俺そんなことないですよ。そうですか。ニエ君がね、まともなこと言ってなきゃ俺は今日、言うつもりだったんだけど全部ね同じなんだ、はい、残念ながら。言ってることに、はい、あの制度が あれなんで、やっぱ制度があるんですよ。いやそうです、ちゃんと言ってるのずっとあの頷いて聞いてましたもん。そうでしょ、はい、でも匠さんの話はあんま頷けないんですよ。おいおかしいだろお前。裏切りがお前おかしいだろお前。え、そう。いやでも、はい、言ってる内容は大体同じ。まあそうですね、あの適正の話だし、はい、枠順の話だったりとか、うん、まあ馬場の話だったりっていうところでさ、うん、同じのはずなんだよ。説得力の話かな、うん、それは。いややっぱそれはさ、ほら言い方とかさ、そういうところであってさ、まあまあ、俺結構本物なのよ。バグマサス一から作った人だから。いやなんかあの子犬がギャンギャン吠えてるみたいな。ニエさんってなんかこうニコニコしてるけど本気出したら喧嘩強いみたい なんかそういう感じ。余裕があるからすごくやっぱ説得力ある。それはさ、喧嘩したらガタイがいいからさ、それ負けるけど。確かにな。本当にあれですよね、たくみさんの甥っ子さんか、うん、子さんが、うん、そう、うちのね、はい、甥っ子がね、ニゲ君の丸盛りしてる。で当たったっつってさ、メール来るんだ。俺の予想だねお前。俺の予想見ろお前。そう、ね、ほんとそうだ、ね。うん、いや俺が言ったのよ、はい、誰の予想が、うん、一番いいかって聞かれて、まあ、初心者のやつだから、うん、あやっぱ返し率的にはニゲ君なんかいいんじゃないのって言ったらニゲ君、まあ、うん、そう全然俺の予想普通は俺の予想にさ、普通はな、まあね、普通はそうですけどね、うん、来るはずなの。何のレースだったか忘れたけど、はい、当たったっつって、結構儲けた。それは良かった。いやそういうこともあるんだな。いやいや、まあね、うん、競馬ですから外れることも、まあまあ、当たることもあるんですけど、はい、とりあえずね精度は高いから、はい、いやだから今日はもう全然なんかそういう意味で喧嘩にならないんだよな。喧嘩したかったんです。そう、喧嘩したかったんだけど、はい、あのあまりにも整合性が正しい。大体ね、予想 TV のやつだってみんなね、いい加減なこと言ってるから、だから言いたくなるわけね。もうみんなもういい加減なことばっかり言っててってなるんだけど、ニゲ君の話はね、もう普通になんていうの、普通に聞けるっていうか、うん、普通に俺のまあ理論とかそんな変わりがなくて、でもニゲさんからしたら一緒にしないでくれと思ってる。心の奥で。いやそんなことはないですよ。なあ、大丈夫ですよ、大丈夫です。なんかその大丈夫ですよ、大丈夫です。結果は皆さん知ってると思うんで。おい、なんだお前、数字で分かれてますから。おい、なんだそれお前。